あのな、人生は切り開くって、木で開くんだよ。この木が弱いんだよ。わかるかな？人生うまくいかない人は、木に勢いがないんだよ。で、運勢っていうのは流れてるだけじゃないんだよ。勢いよく流れる人と、だらだら流れる人がいるんだよ。で、木には、気迫という迫があるんだよ。この気迫がないとダメなんだよ。だから、思いっきり声出しているとだんだんオーラが違ってくるの。ちょっといろんなことが解決しちゃうの。わかるかな？人間ってな、相手に変わってもらいたがるんだよ。ところが自分が変わればいいんだよ。自分の気が大きくなってくと相手は何も言わないんだよ。で、気が弱くて負けてんのに、自分がどのぐらい正しいかを話してんだよ。正しいから負けてんじゃないんだよ。大概正しいやつってもうちょっと強いんだよな。正しくて弱いってすごいよな。人間っていうのは、人間からオーラが出てんじゃないんだよ。オーラというエネルギーの中に生きてるんだよ。わかるかい？俺たちはオーラの中に生きてんだよ。だから牙もなきゃ爪もなくて、なぜ人類はここまで生き延びたかっていうと、オーラに包まれてんだよ。この鎧みたいのが小さくなっちゃう人がいるんだよ。これが大きい人と小さい人がいるんだよ。木なんか自分の好きなように大きくできるんだよ。大きくもできるし小さくもできるんだよ。俺なんか都合悪い時はスーッと小さくなっちゃう。何でもできるんだから。ね、大きくすることもできるし小さくすることもできる。そういうのを教えたい。いいか、人間の手って7、こ親指のここ1、2、3、4、5、端が6で、裏が7、こっちが手のひらで8、1、2、3、4、5、6、7、8、ここから光が出るんだよ。これを発光というんだよ。で、出る光は白い光なんだよ。だから人間はこの発光の光で手当てと言って、子供の病気治したり、いろんなものを治してきたんだよ。 OK？ それで変な霊やなんかがついた時にも、こういうので落とせるように神様がしてくれてるんだよ。ただ使わなくなっちゃったんだよ。使えば無尽蔵に出るんだよ。この前恵美子さんがね、謎のクリーム顔に塗ってチャクラを取るとチャクラが開くんだよね。チャクラが開くということは、宇宙とエネルギーがつながったからものすごいパワーがあるんだよ。 OK？すごいパワーがあるんだから、はっってこうやってやればいいのに、はっとかって、何なんだよそれ。あよふぬけ本当に。だからみんなでエネルギーもらって、人の霊なんか10人ぐらい一発で飛んじゃうんだよ。気合で飛ぶんだよ。それも気合ってのはね、気と愛情の愛な。人のために出してあげる気なんだよ。それってすごい愛情なんだよな。